ホンダのレーシングスピリットをできる限り多くの人に体験してもらいたい。そんな純粋な思いからこの車は生まれた。圧倒的なドライビングプレジャー、ドライバーの心を高揚させるコクピット、アクセルワーク、ハンドリング、すべてがダイレクトに反応する。ホンダからの贈り物、タイプ R という純正の改造車。それでは、ここからは身近な価格でレーシングスポーツの楽しさを提供してくれた EK9 の開発ストーリーを紹介しよう。EK 型のシビックは、1995年夏にデビューした。その直後にインテグラタイプ R、DC2 型が登場している。インテグラ R は、当時の RV ブームの中で苦戦していたセダンクーペ群では異色とも言える存在となっていた。スポーティーな外観と加速性能、スポーツ方向に割り切ったパッケージング、そのスパルタンな方向性が市場で評価され、当時の販売目標をはるかに上回る売れ行きを示した。このインテグラ R の開発チームの傍らで、1995年夏にデビューしたての EK シビックのマイナーチェンジの準備が進められていた。1995年暮れの話である。この時すでにタイプ R というホットモデルの構想が立ち上がっていた。ホンダ社内では、EK シビック新規開発時点でもスポーティーモデルの検討は行われたようだが、具体化することはなかった。このため、新規開発チームとは異なるメンバーでタイプ R 化を開始した。考え方のコアは、シビックという銘柄に伝統的に備わっているスポーツイメージを極限まで特化すること、であった。スポーツイメージの特化という方向では、すでにインテグラ R という模範解答が存在していたが、シビック開発チームの思いは、R をより身近なものとして提供したい、というものだった。当時のこの106クラスは、本格的なレースへの登竜門という意味が強い。トヨタのレヴィントレノ、三菱のミラージュ、日産のパルサー、などライバルが揃っている。シビックには SIR というモデルが存在していたが、パワーのアドバンテージはなく、過剰装備で重くなり、今一つの存在感であった。そのような状況下で発表されたインテグラ R は、抜群の性能を誇り、ホンダ社内は元より市場でも非常に高い評価を受けていた。これはシビック R の誕生に大きな影響を及ぼしていたのである。それでは、EK シビックのタイプ R 化はどのように行われたのであろうか。その1、開口部の大きいテールゲート周りを入念に補強。開発スタッフは、ともかく走りを徹底的に追求することを第一にしていた。ボディの基本的な部分はシビックだが、そのまま踏襲したのでは、筑波サーキットや高須の厳しいテストコースでは満足のいく性能を出すことはできなかった。スタンドアハッチバックはリア開口部が大きいために、ボディ剛性不足は決定的であった。この車はレース車両を前提にしているため、軽量化は最重要課題である。しかし、剛性不足では、目標とする走行性能を達成することはできない。ノーマルのボディをベースに、テールゲート周りは補強のため重量増を是とした。見た目ではわからないが、リア開口部周りは、ルーフ側、ピラー側ともに板厚を増しており、リアサスからの入力部分にもがっちりと補強材が入れられている。開発チームは、筑波や高須にテスト車両を何度も持ち込んで、テストを繰り返した。狙ったレベルまで剛性感を高めることができず、補強部材の形状や板厚の変更などトライ&エラーを繰り返した。結果、ねじり剛性は 35% アップを達成した。その2、高出力とトルク共存の難関、低予算でのレース参加の意図。開発チームでは、ホンダ独自のワイガヤ会議で筑波サーキットのラップタイムでインテグラ R の1秒落ちと決定していた。これを実現するにはパワーが必要だ。エンジン部門に対してはまずパワーアップが要求された。インテグラ R が非常に強力な動力性能を持っているだけに、シビック R でも最低185馬力は必要という。ただし、シビックが安価な車種であり、乗り手の年齢層も低く、レース活動を行うにしてもビギナーが中心となることを想定した。単にマックスパワーを上げるのではなく、一般走行でも使いにくくならないように、すなわち、トルクについてもやたらにピーキーな特性にはしないように注文をつけた。シビック R のエンジンのテスト担当エンジニアは、ホンダ技研のほとんどのエンジンを手掛けたベテランであった。
2代目から5代目までのシビックのエンジン開発を経験し、2代目プレリュード、3代目4代目アコードのエンジンを手掛けている。これは期待大である。目標に設定したインテグラ R の壁は厚い。排気量で劣る天禄のシビック用エンジンをどこまでチューニングしたら1秒以内の弾で持っていけるのか。が大きな課題であった。インテグラ R のエンジンはリッターあたり112馬力、それを超えてリッターあたり116馬力にしないと185馬力は達成できない。これを自然吸気エンジンでやるのは、当時の技術ではほぼ限界に近い数字だ。当時の耐久レース愛好者からは、シビックでレースをやると予算がかかりすぎる、という声があった。ミラージュやレビントレノの場合、メーカーが支援しているスポーツ部門から安価にチューニングキットを提供したり、レースベース車両として余分なものを取り除いた安価な車両を販売していた。シビックでは、SIR でも一般仕様が前提となっていて、床面は防振、防音材が使われており重い。これを最初から取り払うのにも予算がかかるので、最初からこういったもののないボディを作ることになり、お金をかけずにそのままレースにも出られる軽量ボディを手に入れることとなった。その3、心ときめく官能の世界と戦闘力のバランス。B16B エンジンでも200馬力は達成できたという。ただ、それを狙うと下のトルクが痩せて走らせづらくなってしまう。シビック R では、インテグラ R よりも走らせやすい特性を目標としていた。シビック R の位置づけは、インテグラ R のように FF でリアを容易に流せる腕を持つドライバーに限定した下手くそお断り仕様ではなく、インテグラ R よりも扱いやすい高性能だ。クラス最高峰の加速フィールとともに、操縦安定性を徹底的に追求した。こうすることで、身近で買いやすい価格帯でありながら、レーシングスポーツの楽しみをより多くの人々に味わってもらえるようになった。シビック R 開発にあたって示されたコンセプトは3つの柱に集約される。1、速度を得るための強力な動力性能。185馬力を達成するために、細部に至るまで持てる技術の域を集めた。光合成のカム軸によりリフト量を大きくして吸入効率を上げ、高圧縮比に対応してピストンはフリクションの少ない専用のものを採用。コンロッドも軽量で強度の高い専用品を採用した。クランクシャフトも8バランサーウェイトで、剛性の高いものを使用している。2、操る喜びのための操縦性能。アクセルレスポンス向上のため、フライホイールを SIR 比で 10% 程度軽量化。トランスミッションについてもクイックなシフト操作を可能とすべく、ストロークを短く、完成ウェイトもスポーティな操縦性にふさわしいものとすべく少し重くしている。パワーと並んで強力で信頼性の高いブレーキも重要。ディスク系を大きくし、耐低度性能も徹底的に見直された。3、心に高揚をもたらす感覚性能。心の高まりをもたらす感覚へのアプローチは、走りを予感させるデザインである。不要な装備は切り詰めてスパルタンにしたが、リアの大型スポイラーなどの空力部材や、赤を基調としたカラーリングのキャビンとした。今やタイプ R の3種の神器となった、スポーツカーでは定番のレカロシート、モモ製ステアリング、SRS エアバッグ内蔵型で直径 368mm、エアバッグなしでは 350mm となる、そして本物のチタンを使用したチタンシフトノブ。機敏なヒール&トゥーを実現するためにアクセルとブレーキペダルの間隔を狭くし、ペダルの段差も 5mm 少なくしている。ブレーキペダルの角度も変更し、タイプ R は27度。通常モデルは32度、より素早く踏める改良が行われている。車内の騒音、振動はかなり割り切られている。床面のメルシートを全面廃止して、鉄板の床の上に直接カーペットを敷くだけだ。軽量化と、レース参加者の声としてメルシート剥がしが大変でお金がかかる、という声をダイレクトに反映したもの。スタッフが個人的に作ってみたかった車が形になった、ホンダ技研内のモータースポーツ愛好者の熱意が集結して出来上がった稀有なマシン、EK9 シビックタイプ R とはこんな車なのです。シビックの諸言データ、主要諸言、寸法、重量、全長 4180mm、転覆 1695mm、全高 1360mm、ホイールベース 2620mm、トレッド前後 1480mm、車両重量 1090kg、エンジン、型式 B16B 型、直列4気筒、DOHC、コアストローク 81.0×77.4。
総排気量 1595cc、 圧縮比 10.8、 最高出力185馬力 8200rpm、 最大トルク 16.3kgm 7500rpm、 燃料供給装置電子制御燃料噴射、燃料タンク容量45リットル、トランスミッション、イヤレシオ、時速 3.230、 時速 2.105、 3速 1.458、 4速 1.107、 5速 0.848、 後退 3.000、 ファイナルレシオ 4.400、 ステアリングラック&ピニオン、サスペンション前後ダブルウィッシュボーン、フロントブレーキベンチレーテッドディスク、リアブレーキディスク、タイヤサイズ 19555R15、最小回転半径 5.4m、10.15 モード燃費 13.6km/L、60km/h 常時燃費 19.8km/L、東京地区標準現金価格 199.8 万円。